song during an off-speaker. 意味ないのでも。あれあれあれ。またカモマイルティ。別にお茶にこだわってないから、うん、ティーバッグで楽だからそれにしてるだけってことですよね。私これ今日久しぶりにまたあのあれ入れてきた、デイビースティーのキャロットケーキってやつ、あの独特なスパイスの味と甘さがある。今日は、3時にご飯が炊けるように炊いてきたけれども、やっぱり今からこっちからだよ。今からこの上のレストランでご飯を食べることにした。ご飯、まあ、炊けちゃったご飯は、まあ、冷蔵しとけばいいかな。え、まあでも平気だよね、まだ。思ってる人がいる。はい、2、please 2。Thank you. 自分のさ、これじゃなくてこういうので拭けばいい。携帯は置いてきちゃったの？あ、待ってきた。何がいいかな。乾杯。ビールちっちゃい。あ、水飲んじゃったけどビール飲んだらよかった。ギター、なんかいろんなものがあるやつ。チキンかな、フォーク、カラマリ。あ、じゃあカラマ、あ、じゃあ違う、これ ビーフリブかな。だから、そう、いろいろ迷っている時にちょうどいいようなバラと、いろんなものが、プーティンもあったりとか。こんなプーティンで、絡まりで、リーフリブって書いてあるの？コールスローでちょっとサラダみたいな。このサラダがあるのもさ、揚げ物の間にさ、ちょっと癒してるね。これがないとちょっと食べ続けない。チンジャーソース。次来たらバーガーピザ食べよう。絶景。ご飯は冷蔵にしようと思ったけど、あの量じゃ足りないから多分家に帰ってもうまた食べる。あれは前菜だね、私にとったら、うん、量的にも。今からゴンドラ乗って降りる。結構寒くなってきたね、さっきより。ちょっと肌寒い感じしない？日陰だから、中にだから。ただいま、やっと家に戻ってきた。やっぱお腹そんいっぱいではないからあんまり食べる。これ今コーンスープ、昨日のコーンスープの残り温めてるのと、これを去年2月3月ぐらいに発見して、クリスマスのカップ、前のルームメイトが置いてたスタバのやつ、これをこの季節になったら使いたいと思ってたの。ちょうど昨日思い出したから、これでコーンスープ飲む。
そうだ、これはまだ。昨日さ、覚えてくる。チリチリやってるから温まんないかも。ライス風トマトケチャップチャーハン卵のせみたいな、あとコーンスープ。卵にさ、いろいろ入れようと思ったのにすっかり準備しないでそのままババって作っちゃった。あー、ニンニクも入れんの忘れた。ニンニクも入れたかったのに。それ何食べてんの？ホミーのアイス。ホミーデザートを食べたいからスープしか食べないって言って食べてなかった。